渋川市にある県の埋蔵文化財調査センター発掘情報館で子どもたちが勾玉作りなどに挑戦しています。このイベントは子どもたちに勾玉や土器作りを通して古代の文化に親しんでもらおうと、県の埋蔵文化財調査事業団が毎年夏休みのこの時期に行っているものです。今年は暑さ対策により県内の一部の学校が夏休みを延長したことに伴い、イベントも例年より期間を延長しましたが、すでに定員が埋まるほどの盛況だということです。勾玉作りに挑戦した子どもたちは、滑石と呼ばれる柔らかい石をノコギリで切った後、ヤスリを使って滑らかに加工していました。また土器作りではおよそ1キロの粘土を紐状に伸ばし、輪を作りながら形作っていきます。そして縄やヘラなどで模様をつけ完成させました。参加した子どもたちは熱心に作業に取り組み、勾玉や土器作りを楽しんでいました。楽しかった。でも思ったよりも大変だった。曲がってる場所がここがこうやってスリスリしなきゃいけないから、ギュッてしてさ、スリスリする場所が立ってになったりずれちゃうから難かった。楽しかった。弟に壊されるかもしれないけど、まあ大事にします。